<laughs> <laughs> まともな思い出がね、緊張感がありません <laughs>。<laughs> そうか、それだけ信頼を大切にしてるってことだもんな。許してくれると思ったけど、そんなこともなさそうだ。<music> はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんで、リアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ゴールデンカムイ第16話見ていこうと思います。 はい、というわけで、俺が見たい部門ということで、ゴールデンカムは引き続き見ているわけなんですけれども、2期になってね、マジで情報が多い、マジで濃いですわよ、みたいな感じで、片目濃いめ多めのマジで本当に変態大洪水というような感じではあるんですけど、まあね、いい感じですよ。なんかでもね、やっぱり、今までは3すくみっていう感じだったけど、なんか前回からやっぱりこの、肘肩一派と杉本がこう、共同していく感じになって、鶴見中尉 vs、それ以外の肘肩杉本一派のこの戦い なっていくんじゃなないいいいいいかととととううことでね割と注目しててきたいなというふうに思っておりますいや、いいですよね。アシリパさんがさ、先生大好きだからさ、割となんかそういう微笑ましい一面とかも見れて、めちゃめちゃ幸せになりながら見ていくんだけど、多分辛い一面もあるのかなというふうに思いますので、これからたくさん追っていこうと思います。それでは見ていきましょう。ゴールデンカムイ第16話、よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。 レッツゴーあはは、<laughs> そうだ白石が見つかったとこだなやばいやばいやばいと。おおーおーおお、軍系が。やはは、すごいな圧倒的。おいうーおー、やばあ、終わった。ははは捕まってしもたなぁ。ははは、ちょっと呆れてるじゃん。 いや、でもなんかこの状況からでも逃げ切っちゃうのが白石なんだろうな <laughs> 多分一旦捕まったふりするんだろうな。そっから抜け出るんだろうな。いやー、なんか意外とさ、前回は尾形がさ、なんかあれだったりさ、なんか意外と子供っぽいとこ見せたりとか、可愛い一面見せたりとかね。アシリパさんが先生にすげぇバリナつき見せたりとかさ。 いろいろあるけどさ。なんかやっぱり、そんな甘っちょろい物語ではないっていうことはね、理解しているのでね。多分何かしら来るだろう、う大きい波が。割とシリアスに人死んでるからな。なんか家長とかがレアなだけで、いつ死んでもおかしくはない。さあ、味噌に喜ぶ。なななかっこよすぎだろ、この曲。 さゆりとマイファスなんだ、さゆりさんと。あ、マイファスは作ってるだけじゃないんだね。や、いいよなマイファス、マイファスはあれだっけヒロさんだっけさあ、家エさん。クマを投げる先生。そうだよななんか、イラカンマーさんもさどう絡んでくるかっていうとこなんだよね。 さあ、大志さん、捕まってしまった。そうだな、で、出払ってるもんね。あら。まあ、そうね。きつかったな。やばいよね。と思ってるよね。 おぉ。おマジで <laughs> まあ、そうだな。白石はもうかなり重要キャラだからな。ジンタンだ。ジンタンって何 護衛です。<laughs> 俺もなりたい。<laughs> あら、買ってあげるんだ。おお。ははは、そうなんだ。おお。 完全に杉本だと思ってるな。見つけだ。近づいてるぞ。足別から。うん。そうね。こう、こう行くわけだな。下から。十勝に入るのか。 あ、そうなのあまり大きな声で言うのやめなさいそういうことは。いいな、なんか余裕がっていいな、イラカンマさんは。チカパシ。漁師の心がチカパシ。いや、すごいな、肩に抱いてもらってる。おなんだナオクラシンパチ。 ねほ本当にマジで「んうぅ」「パルチザン」そうだよなキロランケやっぱり怪しんでるか 完全に捕まってる、多すぎるな、人が。やばいよなおおなんだなんだ。何してんだあ杉本違うよな。おお、ひ <laughs> 方。先回りしてた。あ食べてカミソリかなんかが入ってるとか かい、うん、おー、うん、イペタム。 そんなアヌビス神みたいな <laughs> 刀があるのえぇ、ー、ああ。やばい。 ゆペタムそのもののようだっていうことだ。なん、吊り橋に何かがあるのか通るのかそこに俺はいるから行動を起こせってことかおん。お,お誰だあか数だえ切り落とす気 ああ、やっぱり追橋落とすんだ。やばい、でも繋がってるからやばくないか <laughs> やばい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 。まあでも春だからまあ。やばいやばい、腕が縛られてるのはやばい。なるほどなるほどなるほど。やばいな、やっぱり。キロちゃん。 やばいやばい、顔見られる。いけ、あわなんだなんだなんだ。あ、怖がんなくていいよ。痛い痛い痛い。あ、白石そうだそうだそうだ。杉本に襲われるんじゃないかっていう。あ誰だあ 捕まった方が楽かもしれないと思ったのかあー恐怖を覚えてしまっているぞあおえ放置するってこと ま、そうだなぁ、拷問とか。でも、もう追われてるだろう。あ、そうだね。あ,あ、やばいなぁ、それもなぁ。ははははいいやつだったよ。はははははは まともな思い出がね <laughs> <laughs> 人望ゼロ <laughs>。まあ、ほっておいてもなんとかなるっていうあ、なんか信頼もあるんだろうな。うん、超蝶,蝶がつく有能だからな。どこなら。 おにやり。OK。さあ、どうする気だ二階堂あ、あ生きてたんだあ、完全に壊れちゃってる。鶴見注意ラベンダーが。えやば 鎮痛剤とかだよね麻薬に近い <laughs> 子供になってる <laughs> ああ <laughs> なんかなんか なんか緊張感が抜けるな、この第七師団の描写は。<laughs> あえてなんだと思うけど。おお千葉茂さんだ。有坂有坂って銃の名前だよね。有坂かっか。有坂銃って言うよね。 <laughs> もう、もうなんか、緊張感が <laughs>。ああ。あ、千葉しげるじゃない。千葉しげるさんじゃない。 おケ <laughs> しカタイマカあでもまあ この時代ってあれだったらしいからなこの時代ってでも確かそうだよね。まだ麻薬が規制されてないんじゃないのすごいあったっていうよ。お散髪式歩兵銃って聞いたことあるななんかこっち亀で出てきた気がする。お <laughs> ああ。そうね、死の商人ってやつだろうね。これが。そんな天才的なのか。すごいね。え、マジでそんなものいっぱい作ってんだ。 うわぁ。えは、ー、は <laughs> 吹っ飛んでるからな。なんかもうなんかもう、怒り同士で会話が通じ合ってしまっている。ああ、そうね。 そうすりゃまあ、クーデターを起き、起こせるな。<laughs> 絵面えずらがああ。 彼、ヒグマああ、またモルヒネを盗んだのか。あんまり機能してない。あ、二階堂のことヒグマを殺す。ヒグマって、違う誰だあ親指が出てきた。親、人差し指だ。 完全に人差し指にしか見えない。え違うのかよ <laughs> 義足義足っぽいな、義足だ。喋 <laughs> り方。おうん。 おお、た <laughs> だよ わ、何笑ってんねん。こんなき、た <laughs> 緊張感。緊張感がありません。<laughs> お詐欺師へぇ。あ、バシリで知り合った。お死刑囚 なあ,あ。ったんだからいいだろっていう。そう、うん。まあ、そうだな。それで死刑にまでなるんだろう相当な悪だよな。 おまあそうね、キロランケとかはにああ、そうだな。 こんなやついないぞってなるな。お犬道の之助あ、いたに変装するってことお あ、そうなんだ <laughs> おお寝てるわ難しかったね <laughs> おっおお、似てるっちゃ似てる もうえっ声も違う <laughs> おやすみだおっすごいなほんに大物なんかなやっぱり気づいた 合ってるって。あの時。やばいやばい。これで怒るか まあ、そうではあるけど。さあ。ああ。どうすんの、杉本。さすがに殺さないだろう。でも。ああ、そいつだね。あ、起きてる。 そうやってたな。そうだ、そうだ、尾形にも言ってたな。そうか、それだけ信頼を大切にしてるってことだもんな。許してくれるとは思ったけど、そんなこともなさそうだ。うもうわかんねえな。 うん。多いなぁ。うでもそこにいるとは限らん。んうん。ああ。ああ。表立ってない。 おなんだ左のは何え誰だあれ杉本かあ島田ビンさんか。ビンさんだ。ビンさん、ビンさん。そうだ、そうだ、そうだ。 なふざけてる時の千葉しげるさんかと思ったけど、ビーンさんだね。そうだそうだ、ともおじいちゃんの声だ。<laughs> ふざけてたな、あの、第七師団の緊張感よ。<laughs> なんか、だから二階堂がどんどん壊れてきてるよね。いやすごい気になるな ま、杉本のちょっとメンタルがちょっと気になるな。どういう今気持ちでいるんだろうねえねえ、どんな気持ちみたいな。NDK 的な気持ちがすごいあるな。どうなんだろう本当に始末しなきゃっていう気持ちになってるのかそれとも、あれなのかっていう。それとも許そうっていう気持ちになってるのか多分、アシリパさんは信じてあげたいと思ってるんだよ。だって、白石が一番の鍵なわけじゃんね。うーん。 さあ、まあどうするかだな。でも裏切ってないわけだよな。実際のところは裏切ったふりをしてるわけだからね。ひじかったたちにとっては腹の中。オッケーオッケーオッケー。アイセ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 。アイシ。<music> はい。というわけで見終わったわけなんですけど、いやー気づいてしまったわけだ。杉本はどういう気持ちなんだろう。でもやっぱり。 なやっぱりでも、第一師団的にもそうだけど、やっぱり、軍隊ってすごい規律のきつい世帯、世界じゃないですか。やっぱり上官の言うことは絶対だし、やっぱりこう、ただただみんなでこう、まっすぐまとまっていかなきゃいけないっていうから、やっぱりなんか、裏切り行為っていうことには、すごい、 厳しいものを持ってる人は多そうだよね、軍隊的にも。まあ、だって、裏切りなんていうない前提で動いてるわけだからね。だからこそ、裏切るっていうのはとても罪の重い行為なんだよっていうことが多分、杉本とか尾形の中にはしっかりあると思うんだよね。頭の中にすり込まれてると思うんだよ。で、杉本はそれに対して真摯に受け止めてるし、尾形は多分それが重い行為だと分かっていても、俺は鶴見中尉についていけないっていうことで抜けてるわけだもんね。 ああ、なるほど、なるほど。これはやばいな。どうなっていくのやらやらっていう感じですよ、マジで。いやー、<laughs> ただな、あの義足の下りとか有坂さんの下りとかはもうなんかもうめちゃくちゃだよね。<laughs> もう。 <laughs> なんか、今までこう、張り詰めた張り詰めた感じだったじゃん。こう、偽物のこの入れ墨認否を作って、こう、いろいろと動いていくわけだ、というわけでこうさ、どん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 フィクサーのように動いていく中でさ、あの中でさ、なんか鶴見中尉がすごいシリアスな雰囲気を持っていたけど、今回でまた緩めたわけじゃん、それを。なんかもうさ、ふざけてさ、全対洋が吹っ飛んでおりますからみたいなことをさ、言ったりとかさ。いやー、なんかもうさ、なんか気が抜けるな。なんかちょっと嫌いになれなくなっちゃうんだよな。この敵悪い軍隊、 目とか思って前争中毒名とか思っちゃっているけどやっぱり嫌いになれないんだよなこういう一面を見るとなあー <laughs> ちょっとでもちょっと行かれてるなリサささんもああなるほどなるほどっていう感じでいやー二階堂とかもね二階堂がどん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 壊れてきてるよねなんか敗北を重ねるたびにどん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 壊れていってるのがすごい不安になってるけどあの義足のショットガンやばいなあれを仕込むっていうことは絶対あれ当たるんだよ多分 物語の展開的にあれをわざわざ仕込んでるっていうことは絶対意味のない武器じゃないんだよねだから物語的にも大きな武器を武器というか意味を持つ武器なんだよあれってだからもしかしたら杉本にあのショットガン当たる説はあるんだよねうん引っかかったなバーンみたいなところで、うん、最後戦う時にね ああ、どうなんだろうな。すげえなんか不穏な雰囲気は持っているわけですよね。常に武器。まあでもいい武器が常に手に入るっていうのはでかいな。やっぱり、この軍隊にいる限り。いやー、厳しいものがあるな。これでさ、一応潜入するということなんだけど、どうするんだろうね、潜入して。 いやー、すごい気になる。これマジで。やばいなー。マジでドキドキするなー。いや、白石の処遇も気になるしさー。だって、白石はだって、やっぱり、やっぱり多分、変身のところ見たからこそ、やばい、殺される殺されるっていうのがあるからね。やっぱり、白石はドキドキしちゃってるんだろうけど。いやー、これは、微妙なとこだなー。いやー、気になる。杉本と白石がどうなるのか、すごい気になりますね。これから先、追っていこうと思いますので、一緒に楽しんでいきましょう。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればくださーい。いやー、白石とか、 杉本とか尾形とかあー先生とアシリパさんは常に一緒なのねとかいろいろコメント待ちしておりますキロランケさんとかイラカンマさんとかねあーつるみちゅとかつるみちゅも好きな人は好きだろうねああいうなんかぶっ飛んだキャラ造形はなあーなんかね怖いなと思いつつもやっぱり嫌いになれないよねはいまあそんな感じでいろいろと今度も楽しんでいこうと思います以上ゴールデンカムイ第16話でしたバイバイ